こんにちは。こんにちは。久しぶりに僕たちが生まれ育った町、うん、豊橋に帰ってきてます。久しぶりだな。久しぶりだね。今回なんですけど、朝倉未来がね、地元の人たちにどういう印象を受けているか、ちょっと聞き込み調査してみようかなと思います。まあだいぶね、昔の話にはなるんですけど、まあ当時、まあどっちかというとね、やっぱりやんちゃしてたせいで、うん、煙たがられてたというか、うん、その町の人たちに。まあそうかもしれないね、うん、絶対そうよ。うん、まあ、僕も含めてだけどね。そうかな。せいやもだよ。でも今はね、すごい努力して、うん、日本格闘技界のトップ選手になってきて、他にいろんな活躍をしてる朝倉未来、そんな彼を地元の方々はどういうふうに思ってるのかなって。あ、今の朝倉未来を、はい、そうっす。うん、なるほど。ちょっとね、それを聞き込み調査、今と昔とみたいな。まあそうっすね。だからそこもむずいよな、うん、昔を知らない人もいるだろうし、うん、その今も知ってていいっていうのもあるだろうし、いろんなねパターンがあると思うんですけどね。そういう人がおれば確かにいいよね、うん、一番ね、うん、知ってる人がいたら、うん、まあとにかくね、現場のリアルな声をねお届けできたらなと思いますんで、はい、早速行ってみますか。行きましょう。ここ味わっていいね。味わっていいよね、完全にね。行きますか。行きましょう、はい、見てください、あの喧嘩自慢の時の場所ですよね、これ。これそうだね。こんな人いない。今一応もう夜ご飯終わったぐらいの時間ですよ。そうだね、8時過ぎですから。8時過ぎ。なんでいいじゃん。あ、口座や。あれ、ちょっとイケイケなお兄さんたちもいるね。お兄さんたち、お兄さんたち、はいはい、今 YouTube 撮ってて、はい、動画出れたりします。ちょっとあ、いいです。大丈夫ですか。いいです。 YouTube やってんだって。ありがとうございます。今聞き込み調査やってまして、はい、で朝倉未来の印象をどう思ってるかっていうのを聞いてるんですよ。ダブエダブエ、確かに強いね、朝倉さん。多分俺アッパーとなったら一瞬で痙攣するんだ。間違いないで。本当ですか。そもそもなんで知っただっけ、それからがわからない、うん、そこら辺は試合とかですかね、 YouTube 見てとかですか。うん、まあそんな感じっすね。僕は知り合いのインスタで、はい、一緒に写真撮ってたんで。ああそうですか。もう10代ぐらいですか。そうですね、みんな10代です。そうですよね。じゃあ昔のなんか朝倉未来が悪さしてた頃とかはあんまり知らない。あ、先輩とかなら話がたまに。わかります。はい、たまに聞いてます。そういうのを踏まえて今頑張ってるじゃないですか。はい、頑張ってますね。地元から出た有名人みたいなところで言うとどんな感じします。はい、まあ、すごいですね、尊敬しますね。目標だね、あれは。目標ですか。目標ですね。格闘技とかやられてないですか。僕らはやってないですね。やってない。昔やってたじゃん。うん、昔ね、昔の話ね。あ、ちょこっとやってたんですか。やんちゃばっかやってるんですか。いや、僕めちゃくちゃ真面目っすよ。勉強しかしてないです。真面目そうには見えないけどね。これ一番ヤンキーっすよ。ヤンキーっすよ、手足の。ゴーゴーゴー、ヤンキーヤンキーっすよ。でも、やっぱりね、ちょっとなんか治安悪い感じするね。いや、めちゃくちゃいいっすよ、豊橋。めちゃくちゃおすすめしますよ。確かに。いやー、ぜひ来てほしいっすね、ここには。来てほしいっすか。僕に会いに。どんな子が来てほしい。え、女の子っすね。女の子。はい。めちゃめちゃ可愛い。僕にぜひ。うん。僕のことが好きなら。うん、俺のことが愛してくれる人来てほしいね。女の子限定。はい、そうっすね。やっぱり。やっぱりね、飢えてますね。はい。若いし。僕最近別れちゃったんですよ。あ、そうなんですか。それで飢えてる。なるほど、なるほど。とりあえず女の子来て。なるほど、なるほど。女の子が来てほしいということでね。彼かっこいいんでね、行ってあげてください、ぜひ。そうだね。じゃあ、ありがとうございます。あの、4月の29日に東京で戦うんで。はい、ですか。あの、代々木で、あの、牛久選手と朝倉未来で戦うんで、うん、ぜひ一緒に応援お願いします。はい、わかりました。ありがとうございました。ありがとうございました。ということでね、若い方でしたね。そうだね。まあ、一組目はね。女性アピールすごかったね。すごかったね。まあ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 、若いとそうなるんじゃないですか。そうだね。せいやもそんな感じじゃなかった？違った？まあまあまあ、若い頃は。ね。うん、そういうのもあるよね。てか、人いないな、マジで。いないね。トキワアーケードこんなに人いないか。やばいな。どっか人いるとこないの？せいや。この辺知らんよ、もう最近。最近の話、最近で言うと。ここおらんかったらもうやばいよ。やばいの、ここいなかった。松葉じゃない、次は。松葉っていうのはどこだっけ？飲み屋街、キャバクラとか。あー、なるほどね。うん、じゃあ行ってみますか、そっちも。そうだね。
動画出れます？はい。動画出れたりできます？あ、できます。できます？お、はい、ありがとうございます。今回もね、若いお兄さんが出演させて、してくれるってことなんですけど、今聞き込み調査してまして、はい、僕ら朝倉みくるチャンネルっていう YouTube やってまして、はい、そこで朝倉みくるの印象みたいなのを聞いてるんですけど、ズバリどんな印象ですか？どんな印象？知ってはいます。あ、知ってます。よく見てます。どうですかね、はい、どんな印象？強いな、みたいな。ああ、うん。やっぱ強いイメージあるんですね。格闘技だね。そうですね。さっきの方もね、その強いっていう子たちがいたんですけど、昔、やっぱ結構悪さしてて、はい、どっちかというと嫌われてたと思うんですよ。街の人たちに。うるさかったり、バイクで。はい。でも今は結構有名になって、活躍してっていうことなんで、はい、その、そういった意味ではどう、なんか思います？いいなとは思いますよね。まあ、構成して、だから、良くなったって感じですか？どうですかね。まあ、今でもやんちゃしてたら、まあ、恥ずかしいですよね。まあ、そうですよね。もう30。30になるんですよね。20代ぐらいですか？あ、10代です。あ、10代ですか？はい。若い方多いですね。確かにね。そっかそっか。じゃあ、強いっていう印象をとりあえずいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ます ここが松葉ですか？松葉ですよ、俺。メイン飲み屋通りですか？メイン飲み屋通りこれなの？飲み屋通り。こんな人いなくても大丈夫なの？大丈夫大丈夫。やっていけるの？金銅で、はい。賄ってるから、大体。週間をね。あ、金銅でね。そうそうそう。なるほどね。今日は日曜日だからさ。はい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 。そうだっけ？そうだっけ？うん。なんかさ、東京に慣れすぎててかもしれんけど、うん、人がめっちゃ少なく感じる。確かにね。え、でもこれ、普通でも少ないよね、多分。うん、少ないかもしれない。明らかに。まあさっきからね、歩いてるんですけど、人がとにかく少ないのと、少ないね、若い方多いっすね。うん、多い。若い子多いね。すごい多いっす。もうちょい粘ってみよう。一旦。もうちょい粘よう。ね、もう少しは。あ、こんばんは。こんばんは。今、YouTube 撮ってまして、はい、ちょっと聞き込み調査してるんですけど、はい、大丈夫ですか？少しお時間いただけますか？大丈夫です。朝倉みくるチャンネルっていう。はい、わかります。わかりますか？はい。朝倉みくるの印象とかを、聞き込み調査してるんですよ。はい。いや、どんな印象だったというか、はい。昔ですか？面識とかありますか？特にはあんま多分ないんですけど、はい、今、ドンキがあるとこに昔、はいはいはい、軽線があったんですけど、はい、そこに溜まってる、あの、はい、おっかない人。おっかない人、はい、目合わせるとちょっとダメだよっていう、はい、ああ、なるほどなるほど、くくりですかね。目合うとダメ、目合うとなんかもう殴られちゃう人っていう印象が。そんなおっかない人だった、はい、確かに。でもそういう時あったよな。せやもわかるでしょ。確かに何見とるだったね、うん、目合った瞬間喧嘩するからね。おっかない人っていう印象があったってことですか、当時。そうですね、あの殺気とか放ってる感じの。ああ、確かに。今現在はどう思われたりしてます？その当時はじゃあどっちかで言うと怖かったとかですか？怖い人ですね。いつ殺されるかみたいな。そんなに？なんでちょっとヤクザみたいな感じはありますよね。ああ、なるほど。あ、でもそうかもしれないね。だから年で言うと僕が今年29なんで、1個上2個上くらいじゃないですか？あ、そうですね。ああ、なるほど。じゃあ一番怖い可能性もあるね。そうだね。だって2個上の先輩とかね、うん、あるもんね。やっぱ1個上の先輩とかさ、うん、よりなんかしつけが厳しいとかあるもんね。確かにね。うん、で、まあ、怖かった29ぐらいでも一番怖かったんですね。じゃあ今現在その東京で活躍してる姿とかを見て、はい、なんか印象とかって変わりました？だいぶ変わりました。あ、変わりました。だって人って結構変われるんだなって思いました。殺気がなくなって、やっぱ年取ると丸くなるのかなみたいな。はい、ああ、はいはいはい。丸くなった感じは、ね。丸くなった感じはしますけど、やっぱ試合とか見ると、やっぱ昔の怖いのが出てくるんで、ちょっとゾクッとはします。ああ、試合とか見るとゾクッと。ちょっとゾクッとします。そうですよね。まあでも、あれはね、大事ですもんね。リング上では殺気は大事です。なんで普段もサングラスかけて先隠してるのかなっていうのは思います。あベストな答えですけどね、これ。確かにね。なんかそういうの待ってましたみたいな感じで。そうだね。うん、嫌いな人みたいな人いないですかね。なんか嫌いの人、多分僕の元親方が豊川なんで、はい、多分ブレーン的に嫌いの方の人間じゃないかなっていうのは。なるほど。一人いますけど。
嫌ってたから、嫌ってたから、あの期待してましたもんね。多分敵対はしてると思うんで、そう、隣の町があって、そこと何か敵対してたんですよ ね、 ね、その人とかなんか面白いかもな、お話聞けたら一回電話してみますか。大丈夫ですか。ちょっ と、 っと出るか分かんないですけど、ね、あ、ちょ今電話したんですけど、はいはい、今あっちにいないっていう。あ、そうですか。出張でいないっていう言われて。あ、そうです。なんて言いました。嫌いとか言ってました。俺はそんな関わってないで知らんって言われました。多分感じ的に嫌いじゃないかなみたいな。この人も多分会社やって結構大きくなったって、はい、そこで多分ちょっと倹約はあるかもしれないです。あ、なるほどなるほど。自分も成功してるよぐらいの、あ、あれがあるかもしれないです。あ、なるほどなるほど。まあ今日はねタイミング合わなかったんで、そうだね、まあ、でもありがとうございます。電話していただいて、 あとアンケートとか聞き込み調査も答えてくださってありがとうございます。ありがとうございました。宮島の人のやつ、いや違う、え、違う、宮島くんとは知り合い、はい、あの、はい、だよね。大丈夫ですか、少しだけ。あ、違う違う違う、あのですか。と今お願いします。聞き込み調査してまして、はい、朝倉未来チャンネルっていう、うん、チャンネルの僕メンバーなん、うん、やらせてもらってるんですけど、で今朝倉未来の印象、朝倉未来を今どう思ってるかっていう、朝倉と橋を回ってる、はい、やってるんですけど朝倉未来は ご存知ですか。いや、もう全然有名ですよね。ああ、はい、うん、おいくつぐらい、何十代。僕34です。あ、本当ですか。だってあの宮島と一緒です。あ、宮島くんと一緒。あ、宮島くんのお友達ですか。いや、昔一緒に野球やってたんで。あ、そうなんですね。朝倉未来との接点はないんですよ。あ、そこがね、使えないかなと。いや、でも大丈夫です。ただ宮島が僕のことを覚えてるかどうかですよね。あ、宮島くんともあれなんですね。 あんまり最近は会ってない。最近全然会ってない。なるほど。まあそういうのも OK です、全然。あの含めて今の朝倉未来の印象だったり思うことを聞いてるんですけど。いや、でもね、はい、試合を見てるんですよ、はい、ブレイキングダウン見てほしい、はい、頑張ってほしいなってはすごい思いますね。あ、うん、同じね、地元なんでね、はいはい、それはすごい思いますよ。いや、嬉しいですそう言っていただけるとね。まあ、なんか昔はやっぱり嫌われてたんですよ、やっぱ嫌われてた。あ、それをね、知らないですよね。地元がちょっと離れちゃってるね、はい、あ、そうなんですね。今は東京で、今彼そのライジンも出て活躍してるんですけど、まあ、授業の方とかもいろいろやって東京で活躍してるんですけど、その辺についてはどう思います。いや、すごいなと思いますよ。やっぱこうね、こういう場から出てくっていうのは、はい、本当こういう場からですよ。こんな感じのね、ところからね。確かになかなかいないですよね、はい、確かにいないんで。本当に接点がないのが残念だなって思いますけどね。ただ本当に宮島を見た時に、はい、わって思ったぐらいで。ああ、なるほど。またあれですね、で宮島くんとかも会った時とかに。そうですね、逆に一緒に会ってほしかったですけど。多分今ね東京にいるんじゃないですかね。わ、はい、かりました、ありがとうございます。いい、ありがとうございました。ありがとうございます。結構歩いてるよね俺ら。めっちゃ歩いたかもしれない。まあ何組聞けた？最初のね若い方たちも入れたら4組。そうだね、うん、計4。女性とかも聞きたかったけど女性歩いてないし。特攻一人ね。僕はす一応飲み屋街なんですよね。そうだね。まあでも聞けたしね。そうだね。一応お兄さんとかまあ若い方もいたけど聞けたからよかったなっていう。うん、やっぱ強いとか怖いとかいう印象もあったけど、うん、東京で活躍してて、うん、すごいですとかやっぱ。ね、まあ尊敬してますみたいな方もいたじゃないですか。そうだね、うん、だからね嫌われてたというかどっちかというとね、うん、の彼が今は身近でね頑張ってくれて、うん、そういう風にお手本を見せてくれてるわけだから、うん、僕としても、ね、みんな応援してくれてる印象だったね。ね、うん、本当に人数ねもうちょっと行きたかったっちゃ行きたかったけどね、うん、まあこれもこれでリアルな感じでいいんじゃないですか、うん、まあ、リアルな声だったからね。確かに本当に、うん、手足の人々のリアルな声、うんでしたから。まあまたねでも違うところで違うタイミングで同じようなことしてもいいかもしれないし、祭りの時に行ってみるとか、ね、そうだね、うん、聖夜も身近だったじゃん。そうだね。聖夜的にはどうなの。まあでもやっぱ一行為としてやっぱ舐められたくないというのは当時からずっとあったよね。ミクロは喧嘩強いっていうのは分かっとったけど、その当時はそうやって思ってたかな。で、はいはい、今になってこうやって、うん、当時ビッグマウスだなと思ったけど、それを全部有言実行しとって、おー、はいはい、すげえなって。確かにね、うん、有言実行ね、それできる人ってなかなかいないから、なかなかいないですよね、
確かにビッグマウスだったらね、当時から 今でもそうだけどね、うん、まあ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 、でもそれがいいところでもあるしね、うん、あ、せいやはそういう印象だったんだね。そう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 。で、まあ東京で活躍してるのもやっぱ、うん、本当すごいなって、うん、本当にそうだよね。俺もそれでまさにそうやって思ってるし、うん、身近でねさせてもらえること感謝してますけどね、うん、本当に。まあメンバーたちにもね感謝してますけど、うん、まあとにかくね4月29日彼が胸張ってリングの上でね戦いますのでね、皆さんもぜひ、まあこれを見てくれてる方はねもちろん応援してくださると思うんですけど、うん、ぜひ一緒に応援し、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。